サンステーションテラス岡山は、岡山県岡山市北区の JR 西日本、岡山駅構内にある商業施設である、通称、サンステ岡山、JR 西日本グループの山陽 SC 開発株式会社が運営する。JR 岡山駅新幹線高架下の1.2階コンコースと、京城駅舎の南半分及び、岡山駅、西口ビルの2から5階に作られた。 一般に、駅中と呼ばれる、専門店街である、東西連絡通路を挟み、三捨て岡山北間と、三捨て岡山南間に分かれ、南間に隣接した岡山駅、西口ビルの2から5階に、三捨て岡山西間がある。店舗はすべて改札外にあるが、北建ての2階に、三捨て改札口が設けられ、駅施設に直結している。テナントとして、土産物店。 飲食店、書店、医療品店、雑貨店、スーパーマーケット等が入居している JR 西日本の子会社である三洋 SC 開発株式会社が管理、運営している開業当初は大型書店と雑貨店がある北建をライフスタイルテラスにデパ地下に似た南館はスタイリッシュテラスとフードテラスに色分けがされていた北建の有名セレクトショップを加えた内装は 百貨店の売り場を模した作りになっている。なお、北建に隣接する1階中央部の飲食店街は、JR サービスネット岡山が管理、運営するサンフェスタ岡山として区分されている。1972年の山陽新幹線、開業以来、岡山駅構内の長いコンコースは、旅行客や通勤客を対象とした土産物や飲食店、売店などが通路沿いに並び、 部分的な改装しか行われず陳腐化が、著しかったが、2005年から始められた駅の、校内改良、橋上化工事に合わせ飲食店街、ピーチプラザを含め全面改装され、2006年10月15日に、南館が2007年8月23日に、北建がオープンした。また、改装前から校内にあったてなんとも、場所を移し多くが営業を続けている。 2012年10月3日には、岡山駅西口に建設された、地上14階建ての岡山駅、西口ビルの2階から5階に、西建てが開業した。岡山県内では、初出店となる14店を含む、全22店舗が出店した。サンステ岡山北館1階2016年3月現在では5階以外は、改装中で、改装中の木座橋は、店舗が存在しない。 ABC 産業 SC 開発株式会社第48期決算広告2009年4月1日にサンステーションテラス岡山、福山を運営する産業ステーション開発株式会社が岡山一番街を運営する株式会社岡山ステーションセンターに九州合併されて発足。8月23日、岡山駅にサンステーションテラス岡山、北岳がオープン。 JR 西日本ニュース、JR 岡山駅、サンステーションテラス、岡山西間、10月3日開業。流通ニュース。http://ryutsuu.biz/.store/.e083024.html2012 年9月23日閲覧、ありがとうございます。